はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はバリトンウクレレとレギュラーチューニングのウクレレ、同じ譜面を弾き比べてみましょうというお話をさせていただきたいと思います。はい、見ていただきますと、こちらはバリトンウクレレですね。で、こちらはまあレギュラーチューニングのコンサートサイズのウクレレです。はい、大きさ随分違いますよね。弦の長さも随分違うんですが、チューニングも違うんです。バリトンウクレレに5フレットにカポしたのが、このレギュラーチューニングのウクレレと同じです。はい、ちょうどこのコンサートウクレレぐらいですと、ここのサドルところを合わせていただくと、バリトンの5フレットぐらいの弦の長さになります。はい、今回はそのウクレレで、弾き比べてみますというところで、ウクレレソロ、同じ曲を弾いたらどういう感じになるか、まあチューニングはもちろん違うので音程は違うんですけども、タブ譜だとそのまま弾いても特に支障はないんですね。で、レギュラーチューニングですが、これロー G です。で、バリトンウクレレもロー D なんですね。まあもともとロー G と同じように1弦から順番に低音になっていく、1弦が一番音程が高い開放弦ですよ、高いチューニングになってます。はい、で、今回弾くのはホールニューワールドというアラジンのところのほんの一節ですね。ちょっと弾いてみたいと思います。レギュラーのウクレレです。はい、それではバリトンで同じものを弾いてみましょう。低音にグッと入る感じなんですね。ちなみにこれに、5フレットカポするとさっきと同じ音になるんですよ。はい、こんな感じですね。で、まあ音程は同じになるんですが、見ていただきますとボディの大きさ厚さが全然違いますよね。このボディの容量、大きくなれば大きくなるほど、このボディの中ですね、容量が大きくなればなるほど中域低域っていうのが豊かに響くようになってきます。で、まあソプラノウクレレって小さいじゃないですか。コロコロとしたなんか小さい感じの音なんですが、コンサートテナーとだんだんボディが大きくなりますと中低域がしっかりと出るようになるんですね。で、それよりもテナーよりももう一段大きいバリトンですから、5カポにして弾くと、弾くということですね。ですので、バリトンチューニングにしてですね、5フレットにカポして普通のレギュラーウクレレのように弾いて楽しむこともできます。まあそれから外すとバリトンのチューニングで、こうよりこういうなんか弾とも言えないこの中低域の魅力が得られるということで、ぜひバリトンウクレレも楽しんでいただければと思います。特にソプラノ、コンサート、テナーとこの3種類揃えた方はですね、次はバリトン楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで BJ のウクレレ講座でした。この動画がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできないだから、今は瞬きも